とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は古代狩りに行きたいと思います。なぜ古代狩りかというと、金が全く足りてない1121個ですね。全然ありません。で、コメントでも金の集め方を聞かれるんですけども、古代狩りが一番美味しいと思います。で、古代狩りのおすすめ装備ですけども、冬の指先かバブルバースター、どちらかに、稲妻の矢筒とふわふわの羽、これで行くと行きやすいと思います。まあ俺の装備はこんな感じですね。ツタの鞭と影の衣、そしてプラスで森の矢筒も持ってます。そして古代狩りの捧げ物ですけども、ボスが一体だけ出現するようにして、難易度を少し下げてからスタートするようにしてます。これで高速周回ができるようになるんですよね。それでは行きましょうか。チェストの数が37、いいんじゃないですか。で、矢筒を2つ装備してるので、矢が枯渇することはまずありえません。その2つ装備していれば、まず枯渇することはないので、そこは安心してぴょんぴょんしていってください。連射コントローラーは絶対必須ですね。まあなくても、手動でもいけなくはないんですけども、ちょっと指が疲れると思いますので、連射コントローラーはあった方がいいと思います。で、昔のようにね、これ、ショートカットができなくなったっていうのが痛いんだよな。ショートカットができてた頃は、もっとね、簡単に金を集めることができたんですけども、今は、ショートカットできませんので、ちょっとね、時間がかかるんですよね。まあ、むしろこういうところは無視して、取れるとこだけ取って、周回していった方が、まあ、早いのかもしれない。まあ、今のところ、こういった雑魚敵なんかも倒しつつ行ってるんですけども、まあ、もしかしたら倒さない方が早いのかもしれませんね。いやー、これはね、やはり倒していった方が効率いいですね。倒さずに行ったら、あんまり宝箱が取れない。やはりあの強制戦闘の後に、宝箱が多くあると思うので、何回も何回も行くよりも、しっかりと毎回宝箱すべて回収していった方が、効率は良さそうだね。まあまあ確かに時間はかかるのよ。どうしてもね。その強制戦闘で湧くのが全部倒した後に一回湧いて、また倒して湧いてっていう。そこがね、ちょっと時間かかるんですけどね。できればもう一遍に湧いてほしかったな。まあまあそれちょっと、あれか、重くなるから、それはできなかったのかな。まあ、とにかく、倒してから行った方が良さそうです。何回も何回も行くと、そうね。やっぱちょっとめんどくさいこともあるし、装備品も必要になるんでね、捧げ物の。なので、やっぱり、倒していった方が、なんだね。どっちだ?上をちょっと調べてから行こうか。穴もないか。穴もないか。まあ、大体のね、フィールドのこんなところにあるっていうのは覚えてるんですけども、まあ、毎回あるわけではないので、まあ、一応全部ね、探しつつやっていってます。いや、ここなんか複雑。ジオマンサーがいるとちょっとね、ちょっと待って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 本当にちゃんと嫌い。上の方あそこありそうね。いや、ないか。いや、あるあるある時があると。多分調べていきましょう。いや、ないか。反対側は、いや、ないんかい。もう少しでクリアですね。難易度を下げてるんで、ネームドが出てきても全然 OK。 ちょっと待って、宝箱これちょっと取りそびれてるところが結構ありそうだな。
あ、なんか取ってないところがありそう。最後洞窟ある？宝箱が残りね、9個、いや10個か。10個取ってないんですよね。最後に1つ洞窟があればそこに7、8個はありそうな気はするんですけども、ゴールあるもんね。え、これない？もしや。あったあったあった。オッケーオッケー。エメラルドはね、もうほぼいらないから、エメラルドはいりません。オッケー、まあ、とりあえずここクリアしましょうか。ここにスタート。ここに1個、あー、なんか洞窟1個行きそびれてるかな。まあまあいいや。うん、まあある程度は行ったっていうことでいいでしょう。 OK。 と、宝箱残り5個か。ああ、まあまあ5個ぐらいだったらいいかな。うんうんうん、はい。ではクリアですね。1周大体13分ぐらいです。古代狩り1周しまして、金が250ぐらいか。うん、一周で250。まあまあ、だいたいこれぐらい、平均して取れると思います。一周250。いやー、これ4周して1000個か。結構かかるんですよね。うん。まあ、とりあえず、タワーばっかりやってると装備だけがね、揃ってきて、カスタムできないんですよね。なので、たまには息抜きに、古代狩りなどやってみるのもいかがでしょうか。金はやっぱりね、ここで集めるのが一番いいです。はい、私もちょっと頑張っていきます。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。